皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回は顔出し動画を始めたわけということで、なんで私が顔出しの動画を最近撮り始めたのかなっていうことを話してきたらなと思ってます。なんでやっぱりそうですね、顔出し動画を始めたのは、多くの YouTuber さんがそうであるように、やっぱりその人のキャラクターみたいなものをお伝えするのに、顔出しっていうのが一番いい方法なのかなっていうのを思ったことが一つかなと思ってます。このチャンネルを訪れた人が、哲学徒っていうのに実際どういう人なのかなっていうことが伝わればいいかなと思ってます。せっかく動画配信をやるので、自分自身としても、リアルな人間関係での顔バレっていうことも多少リスクとしてありますけど、せっかくなんで悔いのない形でやっていきたいなと思って顔出しをしています。ゆくゆくいろんな動画を上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いします。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。